星野哲夫、星野哲夫2月10日から1931年12月20日は日本の医学者。専門は社会衛生学。日本初の性教育本を表したことで知られる。内閣初期官庁や企画院総裁を務めた大倉官僚、星野直樹は父方のいとこ。東大総長を務めた政治学者の南原茂は議定。群馬県出身。 無教会心と。白宇会総別会、内村肝臓は、前列中央、星野は、後列右から三人目、内村肝臓に指示し、衛生文化思想普及会を、発足、社会衛生学の知見とキリスト教信仰とを、統合した、独自の社会衛生政策を主張した。また、高野岩三郎らとともに、日本における実証的な都市社会調査の先駆とされる、 労働者の生活実態調査、月島調査を実施した。星野哲夫八8 9 0年2月、群馬県と根郡南村大矢泥泥屋に生まれる。父は沼田銀行の経営者であった星野銀次。星野家は祖父の代から続く経験なクリスチャン一家で、幼少の頃から日曜学校に通うなどしていたという。1906年3月、 旧制前橋中学校とね文校を修了した後、しばらくは小学校の代用教員として奉職する。1909年に旧制第二高等学校第三部に入学。この頃、聖書の研究など、内村勘蔵の著作に出会う。二校卒業後の1912年9月、東京帝国大学医科大学に入学、内村勘蔵の門下になり、 1913年1月、白雲会に入会。1917年12月に、同大学を卒業し、横手千代之助の衛生学教室に入る。1918年より1920年までの間、内務省衛生局職宅として、同省保健衛生調査会による労働者の生活実態調査、東京市京橋区月島における実地調査に参加する。 1921年、同大学衛生学教室助手に就任し、1922年から1924年までの間、文部省からの命により、衛生学研究のため、欧州諸国へ留学。1924年5月の帰国後間もなく、金沢医科大学に初代衛生学教授として赴任する。1925年4月には、同大学従前会校は部長。 1926年7月には、同大学学生館に就任。1927年2月、性教育について、お観光。同じくこの年、同大学の衛生学教室を中心として、衛生文化思想普及会を発足させ、衛生に関する思想、知識、文化の普及活動の足場を築く。1929年1月、同大学学生主事。 1930年4月には、同学生課長に就任する。しかし、1931年8月頃より、それまで徐々に悪化していた体調が、にわかに崩れ始め、同年12月20日、急性虫様と機縁と腹膜炎との併発により、大阪市内の病院で死去。毎41歳を打遺体はその日のうちに、金沢に移され、 金沢医科大学病理学教室で解剖された。ありがとうございます。